熱血コンサル基礎産業。いや、早速ちょっと今日のお話なんだけど、資金繰りがやばい会社がすぐにやらないといけないことということで、ね、このテーマですね。はい。この僕らもね、やっぱり自分のところでやっぱり資金調達にだいぶこうキャッシュデリバリーを売りにするような会社になってきたので、で、その時にやっぱりうちも、この間、さっきまでね、重役会議でね、いろいろちょっと打ち合わせとかやってたんですけど、傾向がやっぱある。うん。助かるというか、こう、どう言って言ったらいいかな。助かる会社と、要はそうじゃない会社、助けられる会社とそうじゃない会社の大きな違いっていうのがあって、やっぱりそれ何かというと、やっぱりその仕事を自分で獲得できるかどうかっていうことよね。金融のその手法っていろいろあるんでね。その、どう言って言ったらいいかな。例えばまあ、元金の返済止めるっていうのもそうなんだけど、止めた後にディップファイナンスって言って、要はみんな銀行も合意の上、うちがその自分のところでこう貸し付けたり、その社債売ったり、出資したりとかいうようなこといろいろやるんですよ。割引したりとか、いろいろやるんですよ。だけど、ここの資金を打つところで、一番大事なことは仕事がないとできないのね。うん。この仕事が将来的に例えば1000万こう仕事があると。だここに対して、ここでまあ例えばへこみがあるっていうことになると、そのここの部分をこっちに寄せるっていう話なので、だからその仕事がどれだけ獲得できるかっていうところでやっぱり変わってくるのかなっていうのが、まあ一つよね。あと、さっきも話したんだけど、要は、母外にどのぐらい借金があるかというか、借金というのかな、社会保険の未納とかね、すぐに払わんといけんようなものがどのぐらいあって。負債ですよね。負債じゃね。それが要はなくなったら、要はそこで資金がショートして払えなかったらどうなるのかっていうところ。ここをやっぱり説明できる人じゃないといけないのかな。それが分からん人が多いのよね。うん。そこをちょっとこううまく整合性を整えていくっていうのが僕らの仕事なんですけど、やっぱり一番こう僕らが困るのがね、やっぱ仕事が取れない資金繰りが苦しいというのが一番しんどいね。そこをコンサルしながら伸ばしていくとこも経費がかかるじゃないですか。で、逆にこのキャッシュをデリバリーするところも経費がかかるから、だからあんまり割に合う仕事じゃないみたいな感じにどうしてもなっちゃう。だけど、自分が営業してて仕事を取ってこれるっていうことになると、そこはやっぱ変わってくるよね。自分でこの人は営業を取ってこれると。20% ぐらいしか儲かんなくたっていいんですよ。売上のタッパが立てば。うん。その中で、その自分でなるべく努力するんだけど、ここだけどうしても足りないと。いうようなことがあったときに、そこをどうするかっていうところは助けれるんですよ。だけど、売上がこんなになってて、例えば、もうここから先の仕事をどう作っていいか分かりませんっていうところは、すごく難しいのよね。資金繰りがね。これが一番、非常に悩ましいというか、うん、もう大きく分けて2つよね。すぐにどうしても払わないといけない、要は母外負債とかも含めてね。うん、その借金が払えなくなった時にどうなるのかっていうところを具体的に要は、鮮明に出せるかどうかっていうことと。あとはその、どれだけ仕事を取ってこれるか。しかもなるべくショートレンジの、要は、仕事を取ってこれるってことだよね。すぐにお金になるやつですね。うん。まあ、すごい大事なところよね。あ、SS さんありがとうございます。読みましょうか。うん。うん、来月、商工会議所の融資相談会行く予定なのですが、なんか成功する方法ありますかね？そうか、商工会、丸系ですかね、これ、融資相談会ということは。商工会の融資相談会に行ったときに、具体的に、まあ、いくらいるかっていうところの話と、あとよくあるのが、どんなビジネスモデルなんですよというところの、やっぱ説明がある程度、きっちりできるっていうことかな。特に初めて、融資を申し込むっていう話であれば、なおさらのことなんだけど、どんな会社ですってことが言えないといけない。誰がお客さんで、どういう稼ぎをしてて、決算書っていうのはその後からついてくるようなものなので、であと、どういう、理由でお金を、要は借りたいんですっていうことが言えるかどうかよね。をもうちょっと掘って喋れないといけないというか。商工会議所もやっぱ大きい都市の商工会議所ってのは中小企業診断士が働いてるっていうケースが多いからね、最近ね。割と突っ込んで聞いてくるっていうケースが多いから。特に財務諸表の、内訳結構見ますね。その、税理士の先生に聞かれたときに税理士の先生とかにすぐこう回答してもらえるような体制整えておくっていうのは大事かな。特に最初は。うん。僕らも丸系申し込むときっていうのは、なるべくやっぱり、その辺がっつり、整えておくというか。うん。軽い DD ぐらいのことをやります。で、最初に、面談するときに、政策公庫を使うみたいな話だったら、公庫に聞いてもらえるので、丸系使うのであればですね。で、あと、コツとしたら、要は審査会っていうのが丸系だったらあるので、それがどのぐらいの頻度で行われててっていうような制度の仕組みを聞くっていうのはやっぱ大事かなと思いますね。うん。僕も最初に商工会持ち込むときには、やっぱりそれ聞きますからね。っていうのはあるかな。うん、どうって言ったらいいかな。一番こう、最初のところが肝心よ。大きく借りんと。向こうもなんか大きく借りてもらおうと動くと思います。ピーク予診って言って、例えば500万しかなかったら、この500万が天井になるから、ここから上になるとこうピークアップしてくるから、ピークアップの融資ってすごくもう政策方向ってあんまりやりたがらないっていう傾向があるんで、減った分を戻す分は、いいですよ、ですむ。でも、ピークアップするってことになるとどうしてっていう話になるから。だから最初のところが一番肝心かもしれない。こういうふうに事業を拡大するからみたいな。なるべくストーリーを膨らませるというか、すごい大事なところかもしれない。コツですね。大きく借りる、最初特に。僕いろんなところ行くんだけど、やっぱ基本大きく借りてもらうように動きますね。絶対そんなにね、なんか大きく借りて、悪いっていう話ってあんまない。うん。小さくいるだけ借りるっていうのは、銀行以外で調達するとき。銀行とか政策公庫で調達するときになるべく大きくいって、下のところを落としどころつける。だけど投資家とかから調達するときっているところだけをこうピンポイントで入れて、ショートレンジで回収していきながら大きく伸ばしてる。それなんでかというと、高いからね。フィーがね、調達コンサルフィーも当然高くなるし、金利も高いし、ね。それだけ、前も2代目が言ってたけど、大きくこう儲けられるような商売にしないと、なかなか要は銀行以外のところの調達っていうのは、ちょっとあんまりお勧めしないというか。うん、そうですね。あとなんだかんだしっかりお付き合いしていると、最後まで面倒見てくれますからね、銀行も。そうだね。誠実に対応しておけば。うん。そうそう、そこら辺がすごい大事よね。なるべくうちもディップファイナンスっていうんですけど、ディップするときは、やっぱりそこはやっぱりうちも報酬取るので、今日もね、ある銀行が、高いんじゃないんかって、うちのお客さんに言ってましてね、本庁お前がやれやって本気で思ったよ。伴走支援して、コンサルして、金が尽きてきたらね、なんか、どの銀行も支援しないくせにな、じゃあうちがやりますわっていう話になったら、ね、そこの手数料が高いって、あとこれって。でも、うちもやるんですよ、みたいなことでね。玉の来ないところで一番なんか、いらんことを言うやつが僕は大嫌いなんですよ、実は。だから、もう、いずれちょっとバンクミーティングでぶっちめちゃう思うとって、なんか他の重役にちょっと今抑えられてるんですけど。でも、ほんとね、なんかそこも何年かな、もう2年ぐらい付き合っとるよね。お付き合いしとるよね、そこもね。うん。で、その中でやっぱりうちが責任持ってやれる金額はこれよと。もう最後の最後のところで。で、そこからその範囲内でもうその資金繰りができなかったらもううちもちょっとできんよぐらいな話はしてる。まあ、そこもやっぱりそのうちの収益であるとか、その要はお客さんの投資家からお預かりしてるお金を貸し付けるわけだから。まあ、それは銀行と違うんですよ。銀行ってやっぱり預金者の預金をこう貸してるんだけど、結局宮遣いだから自分が貸してるわけじゃないじゃないですか。でもうちはなんか自分とかトップとしてこうその場で話してから、もう血の滲むような思い出から話して決めてるんでですね。それは精神的なすり減りようも半端じゃないしっていうところです。うん。だからやっぱりそんだけ信頼関係がどれだけ築けるかっていうところだと思うんですよね。よっちさんありがとうございます。融資は余裕のあるうちに申し込んだ方がいいですか？そうですね。うん。構想をちょっとしっかり考えて、向こうに、要は銀行側の方に、ある程度こう考えさせる、要は時間を与えるっていうか。で、銀行融資を申し込むときに一番やらないといけない心構えがあるんですよ。さっきの SS さんかな。もう言って、なんか、もう相談に行くって言って、幅広に当たる。うん。で、期待しない。これが一番大事。どうせ大したやつじゃないぐらいに思っとった方がいいです。うん、もう僕もいつも思ってます。特に最近なんか自分のところがそういうことをやるようになってきたから、余計どもなんか、バンクミーティングするときでも、もうなんか小難しい顔したのがいっぱい来るわけですよ。来るわけなんだけど、大したことはないんですよ。実を言うと。自分の方が自分の血を貸してるから。ね。っていうところもあったりするので。だけど、銀行ってやっぱりその担当者だと思うんですよね。あと、その社風というか。うん。どうやって儲けちゃおうかって考えてる銀行の方が絶対いいですよ。今度ちょっとやろうと思うんですけど、収益力。要はの構造が手数料収入が多いところが結構いいと思う。もう具体的に言うと、常用銀行は結構いいと思いますね。この間もちょっと話したんですけど、すごいこう、やっぱり、考えてることがまとまってますよ。うん。ここはやっぱりしっかりしてるなと思ってますね。初歩的な質問で申し訳ないですが、従業員を雇いたいので、融資を申し込むというのは、融資を申し込む理由になり得ますか？まあ、これはなるよ。うん。これはなる。むしろ、政策公庫で申し込むときに結構上等手段かもしれない。同じそう。だって、雇用を生み出すってことになるからね。付加価値を上げるってことになりますよね。うん、外注で今までやってたところを内製化するっていうのが一番ベスト。100点。例えば年商1億円の会社がほとんど外注先使っててから、その9000万円が外注でしたと。で、その固定費化することによってそれが8000万円になりますと。経費がね。だからこういう人を雇いたいみたいなものであれば、多分これはいけると思う。どんな人を年収どのぐらいで採用したいみたいなことまで具体的に分かるのが大事かな。というふうに思います。育ってくるまでの間時間かかるからとかね、例えば。あと、それがなんか営業職なんか、その内部の人なんかっていうところでまたストーリーの書き方が変わってくるって感じですかね。まあよくあると思うよ。人件費支払い資金っていうのはありですよ、ありです。うん。エステシャンなんかはね、でもね、なかなか難しいかもね。俺もエステ会社の人件費支払い資金が通らんかってね。難しい。でもちょっとずつこう入れていくんだよ。200万とかさ。大将。年商4000万ぐらいの会社に200万くさび打ってて、まあそれがどんどん大きくなってきてから2000万、3000万調達できるようになってきて、で、売り上げもどんどん増えていくみたいなのはエッセはよくあるな。エッセの、エッセの商品仕入れ資金よりはまともなのよ。人件費支払い資金の方が。なんでかというと、エッセで一番怖いことがあるのよ。聞いた聞かんかったっていう問題ないよね。うんうん、エッセ会社ってリースできないから、基本。商品。美顔器とかさ。うん。H 銀行のリース会社がもう美顔器だけはこらえてくれって言ってましたもんね。あれだけ通す部長が言ってたからよ。ぽどで、よっぽどだったっていうね。どれもこれも変わりないと思うんだけどね。うん。というふうなところがあるかな。よっちさんありがとうございます。美容室とエステでは銀行の見方は違いますか？違いますね。うん。これ、よっちさんなんでかわかります？これはもう今日いいクエスチョンですね、これね。ナイスクエスチョンですね、これね。美容室は認可業なんですよ。国が認めた美容師さんの免許っていうのがあってね。うん。で、温度って言ってるから。だから認めた商売だから。許認可業だから。許認可業保証協会大好きなのよ。ね。でもエッセは認可業じゃないのよね。うん。だから難しい。でもエッセでも融資通るんですけどね。通るんだけど、なかなか最初の取っかかりが厳しいですね。もう数々のエッセに融資通した僕が言うんだが間違いないですよ。まあ、しかも美容室の方が生理現象から来る需要ですもんね。あ、そう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 。こっちがマーケットも大きいし、必ずリピートするしと。リピート率も高いですもんね。うん、そう。本当そうよ、これはね。どう言っていいか、これいい質問だったね。うん。で、ちなみに美容室とエステって相性悪いのよ。美容室で、なんか、に来る人がエステやりたいと思ってるっていうのは、実はそこまで、なんか、じゃないのね。だからフェイシャルとかを、こう、インショップ型でやってるようなフランチャイズとかあったりするんですけど。うん。やっぱりもともと相性がいいわけではない。うん、今、2代目がいいこと言ってたけど、そのあったらいいなのよね、エッセってね。うんうん、でも美容室は髪伸びたら行かないといけないですもんね。そう、行かないといけないよね。うん、っていうのがあるから。だから、やっぱりその世の中の暮らしをどっちが支えてるかっていうところなのかな。というふうに思いますね。SS さん。ありがとうございます。ゼネコンが液税を払うか払わないか統一しそうですかね。これはどうかな。なかなか僕は統一しないのではないかと思うんだけど、うん、なかなか今あるじゃん、そういうなんか税金に関してなんかいろいろこうね、均一化しようみたいな。でも今ちょっとやっとかんといけんことなのかなとは思うけど。だって今税収余ってるからね。実言うと。いい会社がより多く儲けて、ダメな会社はそんなに払ってないか、こう二極化が進んでてね。かつ、今回はまあ如実に出たじゃないですか。コロナの対策で1兆5000億用意しとったんだけど、全然使ってねえとかね。余らしちゃって、飲食業に対する、ね、保証を1兆円とかなんかね、用意してたのかな。まあ、それを、使ってないとかね、地方自治体がね。っていうようなことがあったじゃないですか。余らしてる部分っていうのは絶対還元するっていうことがあるから。まあ使えないことをなんでやるんだっていうことになるから、徴収する側の方が多分手が緩むのかなと思ってる。実は個人的には。あれだけ余らしちゃってると。集めても使わないじゃねえかみたいなことが多分あると思うよ。というのが僕は今回個人的な意見かな。ということで最後までね、お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。